新しい元号は令和であります。はい、皆さんこんにちは、メッシュと申します。今日はですね、特にまあいろいろ最近コメントの方でこれをやってほしいなみたいなのがあって、やってもいいなっていうのいろいろあったんですけど、今日は一旦これからスタート。一応2つ来てて、今度はまあ陸上久しぶりにやってみたいなって思うんですけど、今日はあくまでも飛行機の方やっていきたいと思います。で、一つね、コメントの方に手元どうなってんのっていうコメントがあったんで、まあ実際試しに私の手元をちょっとね載せてみました。で、デジカメをね見ながらやるのかな、これどうやって撮影しようか、あんまり撮影の仕方を考えずやっておりますが、まあ早速やっていきましょう。あんま深く考えずやってみよう。まあ私の久しぶりね、私お気に入りの BF109 の方を使っていきたいと思います。うん、これやだね。おっと、始まりました。私の手元ね、ちょっと照明がちょっと上の照明でちょっと見づらくなっているけど、ごめんなさいね。まあ、手元は指の動きぐらいは見えるでしょう。だけどね、まあ、やっていこうと思うんですけど、まあ、BF109 で、要望とし、コメントの方では、まあ、手元どうなってるの気になりますみたいな感じだったかな。なんかあったんですよね。まあ、あれで、まあ、ちょっとね、初めての試みですからね、うまく飛べるかな。よいしょ、よいしょ。ちょっと馬力頑張ってよ。まあ、BF109 系のやつはサイクルが早いんで、適当にバーってやれば当たります。そこが結構お気に入りですね。2機ありますね。怖い怖い。お、いでで。ちょっと飛行機の方集中して全然うまいこと映ってないかもしれないけど、そこのとこごめんね。やばいな、スピード出ないな。困ったぞ。どうしよっかな。機体変えたいね。思ったより強いとこのマップ飛ばされちゃった。あーやばい、これはやばいな。弱いマップだったらね、結構この E 型で全然対応できるんですけどね、強いマップだと、強いマップっていうか敵が結構強いんですよ、今回いるんでは。だからちょっとね、この型番だとちょっと辛い戦いになりますよね。どうしても馬力が足りない、スピードが乗らないんで。 E 型ってちょっとスピード加速性を弱いんで、なんだろうな、 BF109 の得意な一撃離脱砲とかちょっと苦手なとこありますよね。よいしょ、 OK。まあ、一気はつけれたんで、どうしよっかな。あ、音量大丈夫ですかこれで。ちょっと、もう今日も試験的に、ちょっと音量ちっちゃめにやってます。こんな感じでいいのかななんて思いながら。ちょっと音量小さすぎたらまたコメント欄の方に教えてください。よろしくお願いします。ちょっとね、この BF-09 使いにくいね。メッサーちゃん。うわぁ、3人型。結構強いマップ飛ばされたな。どうしよっかな、結構困りましたね。多分032ですよね。結構やばいですよね、この状態。よし、それとそれた。ターゲットを変えてくれたんで大丈夫そうですね。おっと、ちょっと待って、これ苦手。やばいかも、当たるわ。ごめんなさい。ちょっと型番変えます、ついでに。G 型までいける、もしかして。ワンチャンいける？あ、いけるわ！めっちゃ強いマップ飛ばされてるやん。ビビった。ですね、マップとかも、まあ、機体によってなんですけど、まあ、強いマップと弱いマップ飛ばされることあるんですよ。なんで、普通は、てか結構多くが、まあ、強い飛行機で最初に登録して、アーケードやりますってやると、基本的には強いマップで絶対飛ばされるっていうか、ほぼほぼ飛ばされるんですけど、弱い機体やと、弱いマップか、強いマップかのどっちかで飛ばされるんですよね。はい。なんで、今回結構強いとこ飛ばされちゃいましたよね。いや、恥ずかしいなぁ。なんか、画面黒くなった時自分映るのちょっと恥ずいよね。いや、まあ、
実写で動画も出してんだけどさ、なんかなんだろうな、完全に今寝巻きだからね。まあ、あの夜もう風呂入って、あー疲れたやみたいな状態のあれなんで完全にね、なんか寝巻きなんかはずいんすよね、わし。よいしょ。オッケー。あれは何？流行って？あ、すみません、ちょっと今喉の調子悪くて喉飴舐めてます。ちょっと飴舐めながらなんでご了承。よっさー。オッケー、イエー、フッ。これ BF のこれ何型でしたっけ？ G 型ですか？ G 型すごいんですよね。あのガンポッドが搭載できるんですよ。ここ分かりますかね、これ。これ便利だな。これってできるもんね。これがね結構いいんですよね。 20mm 砲だったかなが搭載されてますんで、非常に、まあ、威力もありますし、まあ、戦いやすいんじゃないかなと。おー、って、下、あれあるやん。あれあるやんっていうか、あれあるやんな。ごめんなさい。ちょっと喉調子マジ悪いんすよ。で、ほんまに喉調子はやばくてね、ずっと困ってるんですよね。早治れって話なんだけどね。痰が絡む。じゃ、汚い表現だったな。まあ、ちょっとね、喉で、痰とかなんかそういうのが絡んでしまって喋りにくいんですよね、今すごく。どうにかなんねえかな。咳はあんまないんですけど、めちゃくちゃね喉の調子が最近悪いんですよね。まあ花粉か風邪か、花粉か風邪か。おっと、外した。もうちょっとなんだけどな。いや、これ厳しいかな。結構厳しそうですね。一旦やめて落ち着いてから狙うもありだけど。おう、外しい外しい。待って、一気消える。あ、ダメだ、スピード乗らないね。なあちゃん、あーなあちゃん、ちょっと待ってちょっと待って。あ、これやばいかも。あー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 、あ、いいぞ、いいぞ。いいぞ、これ。こうやって適当にね、ばらまくっていう打ち方結構好きなんですよね。あー、あとちょっとなんだけどなー。なーちゃん、あとちょっとだよ。あ、21型か。21型プレミアっすね。あー、ついに狙われちゃった。これまずいな。これ確定戦持ち込むか悩みますよね。やめとこ。スピード生かして逃げます。逃げるんだ、逃げるんだよ、にょん。よしよし。とか今なーちゃんあそこでマップ、結構敵近いですよね。周りにいるのか。一匹来たな。なんだあれ、型番が違うな。なんだ、怖い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 。ちょっと待って、ちょっと待って、どうしよっか。格闘戦持ち込めるかな。いや、厳しいと思うけど、格闘戦持ち込むしかないな。結構近い、思ったり。格闘戦は無理か。バレルロールで負けるかな。いででで、ごめんなさい。私が悪うございました。いやいや、ちょっかい出した俺が悪かったのか、これは。頑張る、フラップ。オッケー、いいぞいいぞ、順調や。オッケー。これやばいかな。あ、やばい、俺がやばい。あー、ごめんなさい。わー、これあれだね。トゥッテン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 トゥ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 ルンっていう感じになるよね。その俺映った時に反射で。
スピードで戦うか機動性で戦うか悩みどこですよね。一旦スルーしてから狙うか、スルーからの狙いが一番良さそうかな。オッケー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 。いや、ゼロの機動性もいいのは知ってるけどさ、 BF も結構機動性いいんだよ、知ってた？あー、でもそれはやばいかも。今回やばいな。その入り方はやばかったか。まずかった。失敗。作戦失敗。一旦逃げる。爆弾でも食らっとけ。えい。入れ。え、マジでプレミア登ってくれる？ここまで。あいつやるな。そろそろ落ちろ。そろそろ落ちろ。いえ、マジか、あいつゼロやるな。上昇力高すぎない？そろそろ諦めてくれ。今機体の性能とでの勝負ですからね。諦めた。一旦下がる。頭下げろ。急降下急降下。スピード逃げよう。ゼロの空中分解狙うか。この後どうするかだな、問題は。どうしよっかな。ゼロか。まあとりあえずこの状態やったらゼロにはまあ大丈夫なのは分かってるんですけど、倒すとなるとね結構困りますよね。一旦長距離で逃げて、で一回振り返って攻撃するか。まあ完全待つタイムですよね。そうなると一回敵振り払いましょうか。ロールしてるね。なんだ？諦めるか？諦めてくれるか？諦めろ、諦めろ。諦めたらこっちの勝ち。よし、諦めたな。攻撃入るよ。んー、チャンスは一発。一瞬だけだな。その角度は無理だわ。一旦抜ける。通過後カーブするよな。悩みどこだな。どう戦おうかな。一回一か八かやってみます。一か八かやってみますね。だって普通に俺が外した。キーホルダー引っかかった。テーブルの上あんま手乗せないんですよね。なんかあんまり自分の手動かないようにしてるんですよ今。見にくいじゃん、カメラ映りにくいっていうか。いや、まあこの角度で映ってる視点で結構見にくいと思うんですけど、私よくこの角度でやるんですよね。これの方が急なカーブができるというか。20ミリ打ってるな。もう一回仕掛けてみるか。あー、当たったけどいまいちだったな。今のはいまいちだな。オッケーオッケーオッケー。オッケー、うー、オッケー。
勝ちました。というわけで、いかがだったでしょうか。まあ今回はね BF109 を使って、まあ、自由に飛んでみようっていう感じの回だったんですけれど、まあ私を手元映してみたっていう動画なんですけれど、まあちょっと見にくいところもあると思います。私の指のっていうか画面っていうかスマホの傾け方がね、なんだろうね、スマホ180度より、なんで違うな、その机と水ん平行よりもっとなんか奥側っていうんですかね。まあ多分動画、手元の方の動画見てくださったらわかると思うんですけど、まあ本当に見にくいというか、っていうかめちゃくちゃ傾いてるんですよ、私スマホいつも。で、一気にグッて、表の、じゃ手前に傾けることで、まあすごい急旋回をしてるんですよね。まあその急旋回で、まあ結構いろんな格闘戦ができるっていう状態なんですけど、まあただね、やっぱあれをやると急激に失速を起こすんで、まあ非常にあんまり良い技ではないって言えば良い技じゃないんですけれど、まあ BF109G とかのね、高速性能の、まあ戦闘機だったりすると意外とね、耐えてくれるんですよね。180度のターンとかできます。まあそれでね、巴戦とかになるとさすがに難しいっちゃ難しいんですけど、まあこの子は結構ね、いろいろできる子なんで、いい子ですよ、この子は。ね、よくできる子だ。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。See you! バイバーイ!